惑星。惑星、惑星、とは、恒星の周りを回る天体のうち、比較的低質量のものを言う。正確には、褐色外星の理論的加減質量、木星質量の十数倍程度よりも、質量の低いものを指す。ただし、太陽の周りを回る天体については、これに加えて、光日の定義を満たすものだけが惑星である。英語の語源はギリシア語のプラネテス。 様う者、放浪者などの意味。宇宙のスケールから見れば惑星が全体に影響を与えることはほとんどなく、宇宙形成論からすれば考慮の必要はほとんどない。だが、天体の中では非常に多種多様で複雑なものである。そのため、天文学だけでなく地質学、科学、生物学などの学問分野では重要な対象となっている。便宜的に、 木星質量の13倍以下を惑星13から75倍程度のものを褐色外星75倍以上のものを構成とする見方がある。実際、理論的上限質量は木星質量の80倍程度である。ただし、こうした質量のみを定義することには議論がある。構成の周りの惑星を観測的に検出しようとする場合には、 褐色矮星の上限質量以下に見出される天体のうち褐色矮星候補と惑星候補とを見分ける必要が生じる。そこで両者を区別するために進化の途上で重水素熱核融合を起こす可能性のある質量に達していない天体、すなわち褐色矮星の理論的加減質量にその質量が達していない天体を惑星と定めしてはどうかという提案が2001年に 国際天文学連合 IAU のワーキンググループから出された。この提案は構成進化論に基づいた立場からのものといえ、現在に至るまで暫定定義として便宜的に用いられる場合がしばしばある。観測的には300個を超える太陽系外惑星が発見されている。構成を観測してみるまでは褐色外星と惑星のいずれが存在するのか、 あるいは存在しないのかは不明であるから、惑星が存在する恒星を選択的に観測することはできない。したがって、特に観測が偏ることなく、惑星とされる天体の他に、褐色矮星と推定される天体も発見されている。しかし、質量ごとの天体数を統計的に見ると、木星質量の20倍をやや超える程度から、 数十倍までの質量を範囲にはごく少数の天体があるだけで数の分布が二つのグループに分けられることが見いだされている。これを惑星形成論の立場から見ると褐色外星が分子雲から直接形成されるのに対して惑星が原子惑星系円盤で個体成分を核として形成されることを反映したものであるとする見方にな。このような惑星形成論的な立場からは 重水素熱核融合の可能性の有無ではなく、観測的な上限質量値、木星質量の20倍をやや超える程度を、惑星質量の上限とする見解が出ている。21世紀初頭では、褐色矮星の形成過程が、理論的に見直されつつあり、質量あるいは質量分布のみから、褐色矮星と惑星を定義するのではなく、他の要素をも考慮しようとする研究傾向が見られる。 一例としては、サイズと素性も加味して区分すべきであるという見通しを示す研究グループがある。また、褐色矮星の理論的加減質量を超える質量の天体が恒星の周りを回っている場合でも、その恒星をめぐる天体がさらに存在する場合には、連星系とするか惑星系とするかの定義がなく、褐色矮星と惑星の区分境界がぼやけてくる。以上のように、 低質量の褐色矮星と大質量の惑星との区分を意図した定義は複数混在している状況にあり今後新たな定義が合意される可能性もある。本校では多少の曖昧さを残して木星質量の十数倍程度よりも低質量という定義を示したが本校を含め各種文献や議論に接する際にはどのような定義を前提としているかに注意する必要ある。 太陽系の場合、太陽と木星との間のギャップは明瞭であり、上限が問題となることはない。しかし逆に、多数の小天体が発見されているため、下限が議論の中心となる。近代以前、惑星としては、肉眼で、天球上を動く様が観察できる七つの天体、太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星が数えられた。これは、 地球は惑星ではなく宇宙の中心または土台であると考えられていたためである。近代に入り地球も太陽をめぐる惑星の一つであると認識され太陽と月が惑星ではないと認識されるようになった。また天体力学の進展と観測技術の発達により1781年に天皇星1846年に海王星が発見された。 また、1801年に発見された、ケレスや翌年に発見された、パラスなども当初は惑星として扱われていたが、火星と木星の間に同様の小天体が次々と発見され、1850年代には惑星の数が20個を超えたことから、それらをまとめて小惑星と呼び、惑星とは区別して扱うようになった。 そして1930年には、冥王星が発見され、第9番惑星とされた。この間、惑星と呼ぶべき天体は、慣習的に定められてきた。しかし1990年代以降、カイパーベルトが発見され、海王星遺言に、冥王星、海王星間に見られるものと類似の共鳴関係を、持つ軌道をめぐる点や、質量が冥王星と比較し得る天体。 桁違いに質量が異なることがない天体が相次いで見つかり、これらも惑星と呼ぶべきか否かについて論争が巻き起こった。さらに、境外惑星や恒星と惑星の中間的な褐色外星、また惑星様天体が恒星間に単独で存在する例、放浪惑星も発見された。そして2005年、冥王星よりも大きな136,199エリス、 カリフ号の発を契機として、惑星とは何かを定義する機運が高まった。2006年8月14日から25日まで、プラハで行われていた第26回、国際天文学連合総会にて、惑星定義委員会による惑星の定義案が公表された。最初に、アメリカのサウスウエスト研究所のアランスターンとハロルド・レビソンから出された案では、 惑星とは以下の二条件を同時に満たす天体とした。ここで共通重心が他の天体の内部にないものは、これを衛星とはみなさず、多重惑星として、その双方を惑星と認めるとの中記も添えられていた。この定義に基づけば、蒸気の冥王星を含む九つの惑星以外に、少なくとも、ケレス、カロン、冥王星との二重惑星、エリスと命名されたのは、 総会の翌月であるの3つが惑星となる。およそ直径 800km 以上であれば、質量の条件を満たすことができると考えられる。このうち、水星から海王星までの8個はとしてそれ以後に、発見された惑星とは区別し、ケレスを含む、それ以外のは、冥王星を含む、太陽系外縁天体で惑星の条件を満たす、ものはと称する。今後の観測によって、 惑星の条件を満たす可能性のある小惑星が多数あるとされており、以下の十二個が挙げられていた。しかしこの定義案には反対意見も多かった。まず、休形とはどこまでの変平やズレを許容するか線引きの曖昧さが指摘された。また今後発見される可能性のある大型の小惑星や海洋星遺伝天体も惑に分類すると、惑星が再現なく増える。 可能性があるという指摘がなされた。また、冥王性を、あえて惑星とするための基準であり、政治的な意図が含まれているとの批判もあったが、委員会はこれを公式に否定している。批判を受けて、複数の修正案が示された。結果、第三の条件としてスターンとレビゾンが追加した以下が加えられた。さらに、第二の条件も、公正の周囲が、 太陽の周囲と変更され、ここで定義するものは太陽系天体に限定することが明示された。この条件において、地球の月や巨大惑星が従える衛星群、また木星のトロヤ群など安定共鳴軌道にある天体は惑星重力の影響を受け固定的な軌道をとっている。一層の意味は他天体の軌道を変えて弾き飛ばしたり引力で吸収したり、 または軌道を支配したりする状態を言い、衛星などは他の天体に含まれない。討議の結果、蒸気の3つの条件を満たすものを惑星とする決議案が2006年8月24日13時30分 UT に賛成多数で採択され、その定義の下で当初の案でと定義されていた8個が惑星とされた。なお、惑星が8個であるのは、 定義をこの時点で理解されていた太陽系の病像に当てはめた結果に過ぎず、8個のみを惑星と定義しているわけではないことには注意すべきである。また、この決議案は太陽系に限定されており、太陽系以外の天体の種別については、それを惑星と呼ぶことを制限するものではない。しかし、軌道領域に占める天体の質量比を見ると、8個の惑星は5000以上つまり、 軌道領域上にある他の物質の質量は1、5000以下なのに対し、名応母子ケレスエリスは1以下つまり、同量以上の物質軌道領域に存在しており、明らかにこの定義から外れる。なお、学術用語について学会などが定義を明言することは極めて異例で、通常は関連研究者内部で随時提唱されたものが自然淘汰的に決まる。これは、 一般言語において単語の意味を明示的に定義することがないのと同様である辞書などで使われる単語の意味を解説することはあるが、それは単語の意味を定義することとは別である。また、国際天文学連合の公式用語には、それを各国でどのように使用しどのように訳すかについて強制力はない。太陽系の惑星は太陽系の惑星の定義に基づき、 水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星の八天体とされる。これら共通の特徴は、ほぼ同一の軌道面にあること、各軌道はほぼ正円であること、外側に行くほど惑星軌道の間隔が広くなることである。惑星質量をすべて集めても、太陽の一、千程度に過ぎない。しかし、軌道の各運動量は、 太陽の時点における核運動量の約200倍を示す。惑星の条件のうち、採択された決議案に追加された他天体との関係に関する第三項目を満たさない天体は純惑星。日本語表記についての詳細は口実と呼ぶ。なお、純惑星、小惑星は、故障に惑星が入っているが、惑星ではない。 2016年1月21日、太陽系の9番目の惑星の存在を示す証拠が発見されたと報じられたプラネットナイン。太陽系の惑星のうち、地球よりも内側にある水星、金星を内惑星、地球よりも外側にある火星、木星、土星、天皇星、海王星を外惑星と呼ぶ。このため、地球は内惑星。 外惑星のいずれにも分類されない。惑星が地球を挟んで太陽の反対方向にある状態を小、太陽と同じ方向にある状態を合わせという。内惑星には小はなく、また合わせの位置も太陽の手前にある内号と太陽の向こう側にある外号の二つの場がある。惑星は通常、天球を西から東に移動するように見える。 この状態を巡行と呼ぶ。逆に東から西へ移動するように見える状態を逆行と呼ぶ。外惑星の場合、地球から見て、小の位置にある時に地球がその惑星を追い越すため、小の時期に逆行する。内惑星の場合には、内号の位置にある時に地球がその惑星に追い越されるため、内号の時期に逆行する。惑星が巡行から逆行、または、 逆光から巡航に変わる時には、しばらくの間、天球上で動かなくなるように見える。この状態を止めという、水星、金星、地球、火星は、比較的小さく、岩石と金属を主成分としているという共通点があるため、地球型惑星と呼ばれる。それに対して木星、土星、天王星、火曜星,星は、比較的大きく、 地球質量を超える大気を持つという共通点がある。このうち、木星と土星は、その素性が太陽系形成時の星雲ガスに近く、木星型惑星と呼ばれる。巨大ガス惑星と呼ばれることもある。天王星、海王星は、水の氷のマントルを持っており、天王星型惑星と呼ばれる。その素性と物質の存在形態から、巨大氷惑星、または、 巨大個体惑星と呼ぶ場合もしばしばある。なお、かつて太陽系惑星の一つとされていた、冥王星は水やメタンの氷が主成分でどちらにも分類されていなかった。冥王星は2006年までは惑星とされていたが、20世紀末以降の研究の進捗の結果、その性質や性因が他の惑星とは異なるとの認識が深まったため、 これとは異なる種類の天体であるとして、再分類されることとなった。海洋星遺苑には他にも、直径 1000km を超えるような大型の天体が、発見されており、何度も、第10番惑星発見か、と報道された。太陽からの距離が冥王星の2倍から20倍という、超大円軌道を公転する、セドナ、直径 1700km をはじめ、オルクス。 直径 1600km、クアワ,ワー、直径 1200km、エリス、直径2700から 3000km などは、すべて冥王星並み、またはそれ以上に太陽から離れた軌道を持つが、2006年8月に示された国際天文学連合第26回総解決議 5A によって、これらの内最大のエリスについても、 惑星ではないとする公式見解が示された。これらの軌道長半径が30 a u 以上、公転周期が166年以上に及ぶ天体は、太陽系外縁天体、とのと総称される。太陽系外縁天体かつである天体については、2008年6月11日の IAU 執行委員会においてと称することが決定された。これらに加え、火星軌道と 木星軌道の間の小惑星体などで発見された多数の小惑星、ガスやゴミからなるコマを持つ彗星などがある。惑星と以外の太陽の周りを回る小さな天体は SSSBS と総称される。現在は彗星以外の小惑星と太陽系外縁天体などを、略語は同じく小惑星と分類しているが変更が示唆されている。なお、 惑星などの周りを回るものは衛星と呼ばれる。日本学術会議は2006年の国際天文学連合総会で決議された惑星やその他の天体の定義などについて近年明らかになった太陽系の新しい姿や惑星形成に関する理論に基づいて太陽系天体の名称に関する検討を、小委員会で審議し2007年3月21日までに 取りまとめられた最終案をもとに、同年4月9日の第35回幹事会で、新しい概念の日本語訳やその取り扱いに関する対外報告第1報告を、同年6月21日の第39回幹事会で、新しい対応系の全体像や、学校教育におけるそれらの扱い方に関する対外報告第2報告を了承した。 太陽系天体の分類についての国際天文学連合への要望に関する第3報告も作成されたが、全2者とは性格が異なるものであるため対外報告扱いとはなっていない。第1報告では以下の提言がなされた。1990年代以降、観測技術の発達により太陽系以外の天体でも惑星を有している恒星が発見されつつある。 これらを太陽系外惑星、あるいは、系外惑星と呼ぶ。21世紀初頭までに発見された、系外惑星はすでに300を超えているが、それらはほとんどすべて間接的な証拠によるものであり、ホットジュピターやエキセントリックプラネットのような、太陽系の諸惑星とは大きく異なる軌道を持つ、系外惑星ほど発見されやすかった。しかし、継続的な観測によるデータの蓄積や、 画像解析技術の改良が進んだ結果、木星や土星のような軌道を持つ、境外惑星も発見され始めた。また、2008年には、フォーマルハウト B がカザベータ星 B などを皮切りに、境外惑星の姿を画像で直接、確認できるようになっている、境外惑星表面の模様が描かれている画像については、すべて想像図である。 境外惑星には木星よりずっと重いものも見つかっているので、万星との区別が問題になる。国際天文学連合境外惑星ワーキンググループは次の条件を満たす天体を暫定的に惑星と定義している。上限の質量は素性などによって変わるが、太陽と同じ素性を仮定すると木星の13倍となるので、この数字が一律に使われることが多い。なお、 熱核融合は永続しないので、現在熱核融合を起こしていないからといって、惑星とは限らない。熱核融合を起こす質量に達している。つまり、熱核融合が起きているか過去に起こった天体は、褐色矮星と呼ぶ。星、または星の残骸の周りを回っていない天体は、従来は、浮遊惑星などと呼ぶこともあったが、サブ、ブラウンドワーフ、純褐色矮星。 ア合色ッ星などと訳すと呼ぶ、要、ワーキンググループは定めている。なお、惑星科学者の多くは、惑星と褐色ワ星の違いは、その形成過程にあり、惑星は原子性を取り巻く、原子惑星系円盤内で形成され、褐色ワ星は、分子雲そのものから直接形成されたと考えている。惑星形成時には、個体の核、 木星質量を超える惑星ができる場合には、核は地球質量の10倍程度がまず作られ、これに周囲のガスが大気ではなく惑星の材料として付加されると考えられている。このような過程で形成された天体が重水素の熱核融合を起こすほどの質量に達する場合も稀に存在し、形成過程に基づいて分類すれば、惑星と褐色矮星の質量分布は一部重なる。 可能性がある。木星質量の数十倍以下の褐色矮星が、恒星の周りを回っていて、惑星と区別できないような状況は稀ではあるが、それでも一定の割合で発見されるので、その時はワーキンググループの定義が延用さる。漢字の惑星という故障は、長崎のオランダ通じ元木吉長が1792年、完成4年。 コペルニクスの地動説を翻訳する際に初めて用いた造語である。電球上の一点にとどまらずうろうろと位置を変える様子を窓星と表現したことから来たと言われている。つまり、天動説が主流であった頃星座を形作っている夜空の星たちが同じような暗い関係で大空を巡っていくのに、いくつかの星たちだけが不規則な動きをするのが不思議に見え、惑っていると見えたのである。 巡行、逆行。天文学が発達する以前は、天動説の見地から、太陽や月も惑星の中に分類されており、必要、週の曜日名や先生術にその考え方の名残がある。なお、現在の天文学上の定義では、太陽は恒星、月は衛星に分類される。惑星は、古くは、優勢とも言った。星と惑星は、に、 江戸時代にまで遡る言葉であり、ただし古い例では、優勢となっている。他に、行星の表記も使われた、参考、惑星と優勢。明治期に、学術用語の統一を図る際に、東京大学伐が惑星、京都大学伐が優勢を主張した。結局東大伐が勝ち、天文学の分野では、惑星の表記に統一された。 しかし、優勢歯車など異分野の用語として、あるいはフィクション内の表現として、優勢の名が使われる例もある。例、優勢からの物体 X、優勢仮面、優勢爆弾、宇宙戦艦ヤマト、移動優勢、21エモンなど。惑星がどのように形成されたか。このテーマについての研究が惑星形成論である。1990年代まで知り得た。 惑星系のモデルは太陽系だけであったが、21世紀には多くの系外惑星が発見されるようなり、主に2つのシナリオが提案された。1つは、原子惑星系円盤の中で、ゴミやガスが徐々に集まるものであり、形成に長大な時間がかかる。2つ目は、円盤の中で重力不安定状態が生じ、巨大ガス惑星が急速に成長するもので、 この不安定を起こす要因が何かなど、議論の余地がある。多くの支持を集める理論は前者であり、以下ではこれを解説する。超新星爆発で、多くの元素が散らばった星間ガスが再び集まって、構成が形成される際、星団を作るほどには、国くないと、構成の周囲には余った物質が円盤状に集まって、原子惑星系円盤を形成する例がみなされている。 円盤の成分は、ほとんどが、水素やヘリウムのガスだが、ゴミも含まれている。円盤の中で、ゴミは、重力のバランスから早く周回し、ガスに邪魔されて乱され衝突を繰り返しながら減速し、構成の方へ、螺旋状に落ち込みながら、衝突を繰り返す。そしてガンダムと大きくなり大きさ数キロメートル単位の微惑星を経て、原子惑星へと成長する。 この原子惑星の大きさは、それぞれの軌道上に集まった材料の量で決まり、これは軌道距離に依存する。原子惑星の質量は、恒星から1天文単位あたりでは、地球質量の1、10程度を5天文単位あたりでは、地球の4倍程度になる。恒星が形成されて活動が始まると、惑星系円盤の雪境界線部分のガスが薄くなる現象が起こる。 雪境界線とは氷など低沸点の気発性物質が消化する温度になる領域で、太陽系では2から4天文単位あたりが相当する。この境界では気発性物質が消化と凝固双方の相転移を繰り返し、この現象が作用して周囲にあるガスの動きを不安定にさせ、結果的に領域から弾き飛ばしてしまう。すると気迫になったガスは速度を高め、ここに落ち込んできた。 原子惑星が加速され、領域の外側に止めるようになる。これらはやがて集積し、大きな天体を形成するようになる。雪境界線が集めた物質が木星になったと考えられるが、このような巨大ガス惑星は、惑星系円盤に必ず生じるとは限らない。木星は、ゴミが集まった天体がさらにガスを集積して、形成されたと考えられが、 それにはガスがエネルギーを失って圧力が低い、冷えた状態でなければ安定しない。あまりに時間がかかりすぎると、ガスが冷える前に、恒星の活動や核になるべき、岩石系天体の影響で失われてしまい、結果として巨大ガス惑星は形成されないことになる。このガスのエネルギーが奪われる熱位相がどのように起こったかについては明らかにされていない部分が多い。 太陽系の場合、原子惑星や最初の巨大ガス惑星形成は、恒星の核融合開始から200万年後には行われたと考えられる。雪境界線内側では、多数生じた原子惑星が、お互いの軌道を交差させながらブレ生じ、やがて衝突を繰り返し岩石惑星、地球型惑星へ集約したと考えられる。この衝突合体には、 外側に生じた巨大ガス惑星が影響したという考えもあるが、あまり賛同を得られていない。地球型惑星は、惑星系円盤のガスを集積したとは思われず、衝突や火山活動で内部から噴出させた物質から形成されたと考えられている。雪境界線外側では、最初の巨大ガス惑星が及ぼす重力によって、次の惑星が形成される。 惑星の強大な重力は周囲にある物質の軌道を乱し、弾き出す。そうして、軌道の外側に物質が止まるようになり、同じプロセスで次の天体を作り出す。これが連鎖し次々と惑星が形成されるが、それぞれの際にどれだけ物質が残されているかによって、様相が変わる。太陽系では、天皇星や海王星が集積した時には、 惑星系円盤内のガスが乏しくなってしまい、巨大合理惑星としてまとまらざるを得なかった。太陽系惑星をもとに考えられた惑星形成モデルは宇宙において普遍的なものと思われていた。しかし、初期に発見された太陽系外惑星は、水星よりも近い軌道を周回したり極端な楕円軌道を持つ大ガス惑星などだった。これは天文学者らを等惑させ、 惑星形成モデルに対する疑いも頭をもたげた。しかし、惑星の軌道は誕生後に変化する可能性が指摘された。これを検証したコンピュータシミュレーションの結果から、太陽系の惑星配置では長期間安定するが、質量の大きさと比べ距離が近い巨大ガス惑星が3つ以上あるとそれぞれ惑星軌道は突然不安定になり、互いを反発し飛び散らせることが分かった。 また、巨大ガス惑星が形成されてからも、惑星系円盤に以前ガスが多く残っている状態では、惑星が中心方向に移動するメカニズムも考えられた。このような過程を経て、得意な太陽系外惑星は、形成段階の惑星系円盤に、太陽系よりも多くのガス成分があった可能性が指摘されており、太陽系形成が特殊という考えは見直された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。